皆さんお疲れ様です。追っかけ情報局局員の和戸です。今日は11人組ボーイズグループ、INI さんの情報をお届けします。今日はてかもうさっきこれ届いたので今から開けます。早い。びっくりした。裏表紙見ました。裏表紙見たから全然違う俳優さんが出てきた。表紙これ写していいのかな。やった。嬉しいですね。嬉しいですね。なんていうか違う衣装じゃないですか。それが嬉しいんですよね。活動局の衣装も素敵なんですけど、こう雑誌の独自のスタイリングしてされてる INI さん見れるのがすごい嬉しいです。じゃあちょっと読みますね。読み聞かせとかじゃないです。こう今からちょっと読んでいきます。はい、お疲れ様です。読んできました。友達知り合いに、通話してもらってたので一通り感動を叫び回りまして落ち着いて撮影に挑んでおります。ちょっとだけ感想とあと雑誌起用の振り返りをざっとできたらなっていうふうに思います。まず感想です。最初やったことは、ページ数のを数えましたね。事前に出てなかったように思うので数えたら24ページありました。ありがとうございます。しかもですね、小口のところっていうんですかね、雑誌の断面を見てもらえるとなんかいいなと思うんですけど、白と黒に分かれてておしゃれだなって思いました。で先日、衣装っていうのは公式のツイッターさんの方で、後ろの背景ですよね、セットみたいなものとともに、公開されてたんですけども、アンアンさん独自のペア2人組、トリオの、その組み合わせによる、ショットインタビュー、などなど、すごい満載でしたね。見どころが満載でした。雑誌社さんによって、インタビューされる内容も様々で、アンアンさんは落ち着いた雰囲気があってすごい癒しを感じましたね。こう爽やかな感覚になれました。で INI さんのセカンドシングル愛、カムバックに関連した雑誌もうこれで一旦発表されたものは手に取れたように思います。表紙多かったよねっていう感覚で今までこうマラソンしたような感覚だったんでちょっと振り返りました。ここから具体的に振り返っていきますね。でここ、3、4、5月で発行された雑誌はこのようになります。私物ですんで網羅できてないと思います。はい。で写真撮ってみたんですよ。でこんな感じで3月はこれ で4月がこれで5月がこれでした。でいろんな雑誌、とりあえず、俺をいろんなインタビューも本当にありがとうございます。でデビューシングルの時、11月ですね、11月以降、そのデビューシングルの時期に出た雑誌はこんな感じだったんですね。これも私物なので網羅できてないです。で雑誌このドーンで積んである雑誌あるじゃないですか。これたくさん雑誌露出はあったんですけども、表紙の起用っていうのはこの平置きさせてもらってるやつの1件だと、バックカバー裏表紙の1件でした。で数がどうとかっていうんじゃなくって、デビューの時ってメンバーに謎も多かったものでこちらも情報が欲しかったんですよ。なんで雑誌のインタビューっていうのはすごい全てもう全部隅々まで貴重に感じてました。で、セカンドは、こうやって、私の感覚としては前よりは増えたなっていう感覚なんですけども、で、多数、表紙の起用ですよね。こうなることで雑誌っていうのは、広告媒体だと思うんですけども、広告媒体で、その INI さんが雑誌 の、 その業界出版社さんからどういうふうに評価されたのか、次の活動時期それ以降でまた見えてくるのかもしれないなっていうふうに思ってます。また今後にも
そういう目でも注目していきたいです。で、雑誌についてなんですけれども、まあ、ファンとしては手元に、まあ、こうしても履歴が残ることで内面とか、そのメンバーさんの内面とか取られ方とかも比較することもできるんで、まあ、そこから INI さんの成長っていうのを具体的にツイッター系みたいな感じでさせてもらえるんじゃないかなっていうふうにも感じてますね。まあ、アンアンさんではポージングにも大胆にチャレンジしているメンバーもいるなっていうふうに、まあ、素人目なんですけども、そういう分かる変化を感じさせてもらいました。はい、以上アンアンさんの感想、そして雑誌起用の振り返りでした。ワドでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。